ジュニーエは、レバノンの山岳レバノン県の都市。首都ベイルートの1 6トル北に位置し、ベイルート都市圏に含まれる。海岸部のリゾートや夜の生活、スーク、船着き場、パラグライダー場、ハリッサの、アワーレディオブレバノン像につながるゴンドラリフトが、知られる。ジュニーエとハリッサの間のブケルケと呼ばれる、小さな丘には、キリスト教マロン派の教会があり、ジュニーエ湾を見渡せる。 ジュニーエワンのパラグライダーハリッサの風景さんがクレバノン県をダウード馬車が支配していた時代、ジュニーエはブケルケや他の都市と道路がつながっており、1867年から1868年にはガジル住民の反対にもかかわらず、ガジルへと道路がつながり、ルストム馬車の時代にはベールート橋へつながった。1876年、店舗の数は300を超え、 絹工場が5軒、宿屋が3軒、製粉所が1軒、ジュース工場が3軒、氷工場が1軒、銀行が1軒、船工場が数軒だった。わサバし時代に、北のバトローン、EN、ベトルーンと陸路で、1892年、ベールートと鉄道でつながった。1906年、人口は2400人、1914年は1263人だった。 この時期、フランスとマロン派の支援により、サンガ・クレバノン県の正式な港となっている。1913年からの委任統治療時代には、行政機能がジュニエからベールートへ移ったことで、経済が衰退、さらには第一次世界大戦が勃発し、経済が停滞した。当時、首都ベールートに強制的、自発的に多くの住民が移住し、ほとんどの職人を失ったことで、 社会と人口の発達に歯止めがかかり、経済活動は弱まった。1932年、人口は1286人。当時は、学校や小規模工芸品、柑橘類、砂糖きび、野菜のみが盛んだった。1950年代、地下は7から9レバノンポンド、平方メートルだった。このように当治療時代から、 経済活動が弱まっていたが、1958年にレバノンの大統領となったフワードシハーブの改革によって、ようやく改善の兆候が見え始める。1959年には市内に銀行が立ち始め、1965年には地下が25から35レバノンポンド平方メートルにまで上昇。1970年代初頭にはカジノを含む、 観光地へと発展し、1975年までに銀行は6カ所に増加している。しかし1975年に勃発したデワノン内戦によって、ベイルート国内は東西に分割され、多くの住民が他の都市へと避難している。1980年から1990年には、ベイルートから多くの商人がジュニーへと移住した。 2025年には、レバノンの人口が600万人に到達すると予想されており、ジュニーへは、イルートの郊外となる予定である。http://booklebanonhotels.com/.city.php、lang="en&",ide="ni&city",name="junior". ありがとうございます。